皆さんこんにちは、兄貴船長です。本日は北九州にあるグリーンシッピングさんを事例に、A 船公務職の仕事と魅力についてご紹介していきます。具体的には、A 船とは、公務の仕事、企業事例の3本立てでお送りします。それでは早速、A 船とは何かを見ていきましょう。そもそも A 船とは、タグボートとも言われますが、18世紀半ばのヨーロッパにおいて、港湾での操船補助を行うために誕生しました。各部位の名称はこの通り、ロープを巻き取るウィンチや小回りが効く操作性の高さが特徴です。操作性の高さを実現しているのはこの部分。360度回転するプロペラによって前後左右、横移動、旋回などの多様な動きを可能にしています。次に、A 船の役割についてご説明いたします。船の離着岸を補助するハーバータグ作業、またドック内での作業、空港や洋上発電所を設置する曳航特殊作業などが存在します。A 船は海運業界の縁の下の力持ちなのです。実際の映像を見てみましょう。着岸映像はこちら。A 船の小回り、操作性の高さが見て取れます。公務の仕事は多様ですが、ここでは主に船舶管理、修繕ドック監督、新造船の建造についてご紹介します。船舶管理は各船の船長、機関長と連携しつつ、保有船舶の整備や備品の手配を行います。修繕ドック監督は、船体の修繕やドックにおける検査、塗装の塗り替えの監督を行います。新造船の建造では、造船所やエンジンメーカーの人と協力して、一から船の建造に携わることができます。この仕事のやりがいは、船員経験を活かしながら陸上で働ける点、乗組員やドック、エンジンメーカーなど様々な人と連携しながら仕事ができる点、高度な専門性を身につけられる点などがあります。A 船公務の生活リズムの一例がこちら。オフィスと現場の両方で船舶管理やドック対応を行います。基本的には毎日職場と家を行き来する生活スタイルとなります。それでは最後に企業事例について見ていきましょう。今回 A 船紹介の実例としてインタビューさせていただいたのは北九州の A 船会社であるグリーンシッピング。概要を紹介すると創業120年以上、商船三井グループで11隻の A 船を保有しています。現場の公務職が感じる職場の特徴としては、基本的に毎日帰宅が可能で、家族との時間が取りやすい。他社から転職してとどまる転職組も多いこと。意見が出しやすく、風通しが良い点などが挙げられます。キャリアとしては、船舶管理、造船監督経験などを重ね、公務のプロフェッショナルを目指します。会社に興味がある方は、概要欄の URL をご覧ください。機関士やエンジン経験者、専門家を目指したい方、船員経験を陸上で活かしたい方などがおすすめです。暮らしの参考情報として、北九州では無料相談やお試し移住などの移住支援制度があります。暮らしの特徴としては、生活費が安く、程よく都会で住みやすい点などが挙げられますが、詳しくは北九州市のホームページをご覧ください。それではまとめます。A 船とは、小回りが利く海の縁の下の力持ち。公務とは、船舶管理や造船など多様な業務、人と関わりながら専門性を高めていく仕事。今回の企業事例はグリーンシッピングでお届けしました。グリーンシッピングの会社求人情報、北九州の移住支援制度など詳しくは概要欄をご覧ください。このチャンネルでは日々社会を支えている海運業界の方に向けた参考情報や、業界、海運会社や仕事内容をより深く知ってもらうための情報を発信しています。興味を持っていただいた方は、ぜひチャンネル登録お願いします。Twitter や Instagram でも、海の天気予報や記事の発信などを行っていますので、よろしければどうぞ。ご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、またね。